んかやっぱり合ってない気がするな、このカーペット。ポップな感じのね、雑貨とかそういうの揃えるまでは前のカーペットを使っておこうかなって思ったりしているところです。どうも、山ももです。ちょっと聞いてほしいね。聞いてほしいって言うてもそんな大層なことじゃないねんけど、このね、窓際にベッドを置いてるやんか。やっぱり寒いね。この間私寒すぎて歯をねめっちゃ食いしばってたっぽいんよ。起きたらさ、なんか歯めっちゃ痛いし、なんか肩ら辺も重いし、もうこれいかんと思ってベッドのやつ変えようかなって思ってんねんけど、どこに変えようかなと思って、前置いてたこっちか縦か、このベッドを他の部屋に持っていくことはできひんのかって話かもしれへんねんけど、他の部屋はね他の用途で埋め尽くされておりますので、お宅部屋とかね作っちゃってね。そもそもお宅部屋北向きやから結構寒くって、寝室にすんのはなって思って、いきなり私の部屋について語り出すねんけどでもよかった、聞いてて。ベッドを置くのはここが一番いいっていう結論に至ったわけですよ。今の家具の配置も結構気に入ってるし、よっしゃこれで行こうって思ってたんですけど、やっぱり寒い、やっぱり寒いってことを長ったらと話しすぎかな。ちなみにメガネもね、黒縁の大きめのメガネに変えました。これジーンズで買ったんやけど、ジーンズのね、なんてやつやったかな、これですってテロップ出してくねんけど、フレームが太くって軽いのがいいなって思ってたから、このメガネめちゃくちゃよくって、ようやく念願の黒縁メガネです。そんなベラベラと喋っとったら何も進まへんな。やっていこうか。カーペットを干してくる。これ一回前のベッドの配置に戻そうかな。これをこのままこう、これこう、家でこのストレッチポールしてんねんけど、マジ楽。肩甲骨がね寄せられる感じ、これが本当に気持ちよくって。ほんま座りっぱなしがね多い方はね、この辺とか詰まっちゃうからよろしくないからね、しっかり動こうね。ベッドの位置をどうするかって話だよね。ここにお洋服をね引っ掛けるラックを置いてるんやけど、これもちょっとまた別のところに持ってって、そんな感じで模様替えしよう。きっとねみんな分かってくれてることでしょう。こいつ趣味模様替えなんやなっていうことに。よし、やるかの前に、じゃあ先にコインランドリー行ってくるかな。ただいま、帰ってきた。洗いが終わったんでこれを干していきます。カーペットも取り込んできます。寒い、よいしょ、 OK です。味噌汁作ってんねんけど、中身はもうなんかいつもと変わらん中身ですね。具材、はい、舞茸入れてます。大根も入れちゃいます。人参も入れるか。お腹空いてきた。さすがにもうこの時間やもんな。味付けは醤油と砂糖で。おいしそう。この間にお米冷凍じゃない、間違えた、解凍しとこう。ちょっと待って、お米解凍しよう。えい、 OK。もうこれとあと納豆ご飯よ。あ、待って、私味噌入れるの忘れてるやん。味噌汁に納豆、納豆、ほうじ茶入れました。じゃあいただきます。うわー、美味しそう。今思ったけどさ、洗濯物見えてる？ちょっと待って、洗濯物見えてた？閉めとこか。やっぱりゴリゴリ下着干してたわ。見てたかもしれないですね。はい、失礼いたしました。
美味しゅうございました。ごちそうさまです。素晴らしき和食だ。やってくよ。あんねんけど可愛いやん。このまま行くから、もうこのまんま移動させよ。はい、こちら買った毛布が出てきました。ビレバンの福袋で当たったクリームソーダクッションです。マジで可愛いよな。見たかで閉めるわ。なんでこんなでかいカゴ使ってんのか分からへんねんけど、見て余りすぎコンセント系入れてんねんけど余りすぎ。しかも今使ってないコンセントもあるな。間接照明の充電器やったりとかね入ってますね。はい、そういうコンセント系をねここは実は入れてるんですけれども、あんまり開けることはないんですよね。ここベッドの位置は決まったから、あとはねこのハンガーラックだったり棚とかをねどこに持っていくかっていう話なんやけど、どうしよっかな。カーペットもここら辺に引くとして、もしかして私どっかのタイミングで落としてた、これ。このランプは私シーインで買ったんやけど、シーインのね商品ページがなくなってて、シーインのサイトとかじゃなくって、もうトータルね、あのサファリとかグーグルとかでマッシュルームランプとかで調べると出てくると思う。マッシュルームランプ、マッシュルームライトとかでね関連で出てくると思う。よかったら見てみてください。この形がめちゃめちゃ可愛くって、私ピンクも買っちまいました。これ見つける？いつからカメラが止まっていたのかわかんないんですけどあれ、いつから撮れてなかったんやろ棚の上のものを一旦下ろして後で飾っていこうって話しとった。 IKEA のやつ使ってるよっていうのも撮れてる？撮れてた？スリーコインズのさカラフルインテリアほんまに可愛かったから今年も出してほしいこれもそうやし、これもそうやし、もっと買っとけばよかったなって今更ながら思ってるっていうぐらい可愛い。こっちにキャンドルウォーマー置こっかな。今ここにさ、私このチラ見えしてる間接照明置こうかと思ってたんやけど、言ったらこれ下に置こう。可愛いんじゃない？キャンドルウォーマーは9点。小物系の質問いただくことが結構多いから、まとめてねルームツアーでご紹介したやつあげれたらなって思ってるので、そちらの動画上がったらまたよかったら見てやってください。一回いろいろ飾ってみてからバランス考えよう。なので下の段いきます。板の線でもいい気してきた。一旦撤去しておこう。こんな感じになりました。どうでしょうか。緑とかもねあっこに取り入れちゃって、かわいい。私が過去に出したグッズのポストカードです。かわいい。こっちのポストカードはかなり前にイルイルゴンチルっていう韓国通販のお店で買ったものです。めっちゃかわいいよな。お気に入りすぎて何回もねつけては外してってしてるからね、実は裏はボロボロになってきてます。っていうわけでお部屋こんな感じになりました。イエーイ。部屋広くなったように思うわこれ。まあ、こっちはそんな変わりないかな。なんか若干飾ってるものは変えたけど、そんな変わりないかなと思います。でハンガーラックがあそこに移動しました。で行き場を失ったコスメワゴンがここにあります。コスメワゴンどうしようかねと思って、でもコロコロついてるからさ、その都度その都度動かせるなと思って一旦ここに置いてますが、まあどうなることでしょうかね。これであの寒かったっていう悩みも解消されるんじゃないかな。ねっ
明日はもっと楽しくなるよね、くまもも。お部屋を改造した日でした。また新規一転、気持ちよく毎日過ごせそうでございます。コメントで一人暮らし始めることにしましたとか、ようちゃんと一緒に一人暮らし楽しみますみたいなさ、すごい嬉しくって、一緒に楽しもうね、これからも。新生活が始まる方も、変わらぬ日常を過ごす方も、一緒に楽しんでいきましょう。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。